はい、皆さんこんにちは。ミトガラチャンネルのミトです。今回なんですけど、モンスターハンターストーリーズ2のね、インターネット通信で対人バトルをやってみたいと思います。イエイ。はい、私ね、このストーリーズ2ね、対人バトルができるよって聞いたのでね、早速ね、ちょっと私の自慢のモンスターたちがね、どれくらい通用するかをね、やっていきたいと思います。いくぜ。インターネット通信でここかな、対戦バトル。よし、やっていこう。いや、絶対勝ちますよ。私の頭脳があれば余裕ですよ。バナナマンとシングルバトル。バナナマン、あれ、まさかあのバナナマンさんですか。ちょっと、はいはい、スターとスターの共演来ました。皆さん、ちょっとこれやるしかねえ。このパーティーで対戦バトルを開始しますか。いや、バナナマン来たぞ、みんな。バナナマンぶっ倒すわ。あ、アイテムセットを選ぶ。あ、なるほどね。この画面でアイテムセットを選べると。あ、自分でアイテムを持っていくことはできないんだね。まあ、もちろんそれはそうか。バランスセット。はい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 。で、攻撃特化セット、知略特化セットに防御特化セットか。いや、ちょっと私ね、ガチで勝ちに行くので、ここはね、ちょっと生存重視の防御特化セットでいきます。はい。よし。防御特化セットだ。設置完了。お、いいね。うわ、来ました。バナナマン、バナナマン来ました、皆さん。お、ヒムラ来たぞ、ヒムラ。ヒムラ派とシタラ派みたいな。あ、おっしゃ、来たぞ。お、相手は、ナルガか。なるほどね。ナルガ足で来ると。いや、私はこれ、ネルギー鑑定。いや、待てよ。ナルガクルガ足はスピードだよね、多分スピードをグッてくると思うから、ここはちょっとプロハン目線のオトモンガイいきましょう。あ、やばい、スピードタイムがいない。ミスった。私パワーテクニックスピードと連れてくればよかった。ここはしょうがないな。ちょっとズボラのミトガラ出たけど、ここはテクニック攻撃をナルガクルガ足に。よし、これでいこう。そうだね、スピードだね。相手、うわ、ダブルアクションきた。わー、結構効くな。よーし、でもいいぞ。私も負けない。いやー、負けないぞ。いやー、どうしようかな。相手は多分ダブルアクション狙いで来るんだよな、多分。で、スピードスピードだから、ここはね、おともんに。いやー、でもな、ちょっと待てよ。ちょっと私考えます。考えの見とがら。いや、もう一回ダブルアクション食らうのはきついな。ここはあえてスピードを当てる。スピードを当てることによって相手のね、ダブルアクションを入れさせない。で、私はここは、あ、でもあえてパワーで来ると考えてスピードで行くのもあるかな、私。そうだね、スピードで行こう。よし、お、スピードだね、相手。いいぞいいぞ。ドーン、一撃必殺きました、皆さん。私のネルギガンテには勝てないですよ。バナナマン、バナナマンだな。よしよし、いいぞいいぞ。なるほどね、これ多分モンスターによって個体差が結構出るんだね。結構なんだろう、強いモンスター同士で戦わないといい勝負にはならないのかな。どうなんだろう。で、多分相手またパワーだよね。で、ここはちょっと音も入れ替えようか。そうだね。いや待てよと。いや、そうだね、音も入れ替えよう。あ、待てよ、ナルがスピードで来るってことはテクニックだったから、あ、リベルカーナに変えればよかったのか、さっき。何言ってんだ、俺は。私、ちょっと。まあいいでしょう、リベルカーナいきます。見てください、このリベルカーナ。私の最強リベルカーナで、テクニック攻撃。よし。あ、スピードとトトゲか。まあまあまあいいでしょう。よーし、いいぞ。かっこいいな、リベルカーナ。あー、全体攻撃来るね。おわ、いいね、いいダメージ入るね。よーし、いいぞ。で、ここはおともに指示をしたいね。アイシクル、あ、でもイベルカーナもなんかやろうとしてるな。いや、全体に氷属性大ダメージ。ダイヤモンドウェーブいこうか。で、私もスキルやっちゃおうか。ここは大胆に。あ、撫でるしましょうか、ちょっと。はっはっは。こういう時でも余裕の撫でるを見せていく。やべえ、相手パワーか。いやー、マジか。それは読み違えたな。あ、でも撫でるでしっかり回復していくと。なるほどね、私がテクニック。あ、で、相手ライドしたね。これ絆技来るか。絆技読みの、いや、一体ここは私はこれね、生命の粉塵かけようか。生命の粉塵でここはちょっと一回耐える。
そうだよね、来るよね。あ、身代わり玉使ってもよかったな。いやでもここは温存しよう。どれくらいから、うわー一撃かー、一撃はきついなー。身代わり玉使えばよかったな。うっそー、いやこれ楽しいな対人戦。いやーどうする。いやでもあれってパワーでこれ押しちゃ来ないんだよな多分。なるとテクニックがいいから、そのやっぱりリベンジダイヤモンドベーブで、私もテクニック攻撃。うわパワーで押してくるか、マジか。この人1枚上手だな、私よりちょっと。ちょっとパワー押しがね、相手のパワー押しがひどいから、ちょっとスピードにしようか。相手も多分まさかスピードで来ると思ってないだろうから、ここはスピードで行かせてもらう。パワーで来い。いや次はスピードか。ちょっとこの人頭いいね結構。なるほどね。いや心理戦だねこれ。よーし結構効く。で相手はね音も変えてくるか回復してくるかだと思う。だからここはテクニックで狙いに行こう。あライドオンできたんだ、溜まってたんだね。あ結構やばいねこれ。あーこれ死んだね。うわ強いな相手。ちょっとお相手の策略にやばい、私負けてる。よし溜まったね。いやーこれもうライドしてぶっ倒します。いや待て、相手は頭いいから身代わり玉をしてくる可能性がある。ここはスピードで押す。いいぞいいぞ。はい、大バカ者ですよ相手パワー。よーしいいぞ。おレベル3まで上がった、結構引くね。で相手はこれ体力やばいってなってて、絆技をバナナマンにします。私これよーし読んでます私バナナマンを倒す。おかっけえ、おーすごい。もうこれ青生地もびっくりって一撃で死なんのかい。落雷耐えろよ。まあさすがに耐えるね。あーイベルカーナ麻痺しちゃったね。ちょっとここはもうお役ごめんかな。イベルカーナとちょっと近代工人用がにしようか。よーし、そうだね、パワーでこれ押すと思うんだよね。うんパワーにしようか。よしまた落雷か。わすごい回復するなこの人。よしよーし、やっぱマルチタイスが強いな。あれが全体攻撃が強いな。まあでもそこまで食らわないね。あ編集長まひったか。これ編集長の麻痺が痛いな。まあさすがにアイテム使おうかこれは。味方全体のそうだね万能チキチキチキ薬だねこれは。あ何お供入れ替える。ここでナルが来るガッシュ。よーしいいぞいいぞ。もう私は落雷だからな。いけ、よしいいぞ。もう本丸肉ってことは防御特化のアイテムじゃないってことは身代わり玉は持ってない可能性が高いねって考えた時に、私的に言うとここはねちょっと体力がやばいから、編集長これ耐えるかな。いやでもここは一回回復薬グレードを私に飲もうか。そうだね、よしパワーでいいぞ。 OKOK、 まあまあいいでしょう。これはいい、これはいい、大丈夫大丈夫。うわクリティカル、クリティカル痛いな。
まあでも皆さんザマー見てください、ザマー見てください、ライドが溜まりましたよ。でこれはもう絆技でぶっ倒そう。効かないぜそんな技、一発で倒す。いけ、クロスギガブレーカー。うわすげえ、進化版ボルテッカーじゃん。はい、ぶっ倒していく、勝ちました。いやーモンスターの暴力だね、金雷子強すぎ。お、勲章獲得した、戦の極意。よーし、相手はネルギガンでもいたのか、なるほどね。で対戦バトルの報酬として瓶の王冠を獲得できると。いやーいいね。はい、ということで今回ね対人戦の方やってきました。あ、バナナマン抜けました、バナナマン、はっはっはっは。休憩中だったのかな芸能界の。はい、ということで今回はねこれくらいにしたいと思います。皆さんね対人戦結構楽しいのでやってみてください。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さらば。